スクワットの、あずさは小羽です。私も、こんな風にやれるのかなうーん。恥ずかしいし、怖いけど。き、着てみたけど、どうかなそうかな胸が、ドキドキしてる。へへへ。す、 すっごくドキドキしたけど。<laughs> ちょっと恥ずかしいな。あ、ありがとうございます。あ、うん。でも。あお父さん、スタッフさんに注意されてる。あはあ、イベントの撮影って禁止されてるからね。もう、だからカメラ持ってきちゃダメだって言ったのに。 お、お父さん、恥ずかしいよ。ありがとう。えへへ、なんだかちょっと恥ずかしいな。そんな、恥ずかしいよ。えへへちょっと恥ずかしいな。よかったら、お弁当半分こするえだ、ダメだよ小羽ちゃんのご飯が足りなくなっちゃう大丈夫だよ。 放課後は友達のお父さんがやってるカフェに行く予定なんだ。だから、もしお腹空いちゃったらそこでご飯食べられるし。あ、お箸だけ勾配でもらってこないとだね。<笑><笑><笑> すごい…うんうんあっもしかしてあんまり遊園地とか好きじゃないえそそんなことないよ遊園地も好きだしフェニランフェニックスワンダーランドはすごく好きアットホームっていうか行くと元気になれるっていうか最近はアトラクションも新しくなってきちゃったけど 懐かしい雰囲気も残ってて、アトラクションの他にも遊び心がいっぱい詰まってるし、キャストさんたちもとっても優しいんだよ。それから誕生日に行くと特別なサービスがあって。あ、こ、ごめんね。ついたくさん喋っちゃって。<laughs> こんなに早口で喋る小羽ちゃん、初めて見た。そんなにあの遊園地が好きなんだね。う、うん。でも、 ちょっと子供っぽいよねうん私はよくフェニックスワンダーランドに行って一日中写真を撮ってるよ一日中でもアトラクションはえ撮るって決めてる日は乗らないよそうなのコハネちゃんのワンダホーイわワ,ワンダホーイ開演直後は人気アトラクションにお客さんが行くから たくさんアトラクションを楽しむなら、近場から順に乗っていくのが効率いいよ。ああさすがフェニックス・ワンダーランド・マスターま、マスターだなんて、そんな。あすみません私、その。あ、は、はい。えっと、その。い、いえ。 三の二乗あ。あえ、えっと、あの、ご、ごめんなさいえ、あ、ちょっと言っちゃった。あえ、えっと、あ、あ、あの、その、えど、どうしよう、まだ心の準備が。 ええ、ちょっと、ま、わ、私、こんなところで歌ったりできないよ。はえこ、ここ、どこみ、見られてる。どうしよう。声が震えちゃいそう。い、一緒にえっと。

そういうこともあるよねウっ <laughs> <laughs> いたーほらあの子今日もプルプルハムハムしてるうんえー、っとそっと後ろからう <laughs> そそんなに暴れないでーあー逃げちゃったよいしょっとはい こっちのお部屋で、ちょっと待っててね。え簡単に抱っこしちゃった。まず、私たちのことを、怖くないって思ってもらうのが大事なんだよ。向こうから寄ってきてくれるのを待って、こんな感じで、お尻を下から持ち上げてあげれば。すごいね。よし、私も。飼育小屋のうさぎさんだし、人には慣れてるはずだから、大丈夫だよ。 ゆっくり焦らずに待ってあげてそれからそーっと包み込むようにお尻をてで,できた抱っこできたよそれに早くお掃除を終わらせれば終わらせればあっうっコちゃんスリスリされてるくくすぐったい <laughs> あ他のみんなも寄ってきたねじゃあ ご飯あげよっかうんはいどうぞわあ,あすごい勢いでみんな食べてる久しぶりの飼育当番だなうさぎさん達元気かなえへへみのりちゃんと一緒にお世話頑張らなくっちゃでもおしゃれな服屋さんってちょっと入りづらくてなんで一人だからそれもあるんだけど何ていうか 私が入ってもいいお店なのかなって思っちゃって。そんなの私にあるのかな。やりたいことも見つからないのに。あ、その、わ、私、夢とかもないし。だから、す、少しだけなら大丈夫だけど。でも、笑わないでね。私はできる。 できるできるできる。やっぱり、これだけじゃ無理だよね。みんな、お待たせ。あれ誰もいない。ちょっと早く来すぎちゃったかな。あれもしかして集合場所間違っちゃったえっと、えっと。はあ。けど。 気をつけろよ<え>左手に持ってるそのシャツ10万するからえ汚したり破いたりしたら弁償だからなペべ、弁償えー、アンコールですかそそれじゃあもう一曲歌いますあみみのりちゃんどうしたのええー こんにちは。あ、し、東雲くんも。あえ <laughs> な、なんでもないです。<laughs> え、っと、あんちゃんたちは。あ、あ、あ、えむちゃん、どうしたの？<laughs> ふ、二人だけになっちゃった。 あれもしかして緊張してるえあごめんなさいあは,はじめましてあずさは小羽ですはじめまして僕は秋山瑞木だよよろしくねこはねちゃんははいよろしくお願いしますえっと優勝商品が温泉旅行なんだけどお母さん旅行に行きたがってたし優勝してプレゼントしてあげたいなって思って う、うっ、うっ、うっ、ううう、うあ、あ、みのりちゃん、私のノート見るこ、小羽ちゃん、神様あんちゃーん、あんちゃん、あんちゃん、あんちゃん あのね、あんちゃん。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 えあんちゃんあんちゃん。あちゃん。えあんちゃんあんちゃん。えあちゃんあんちゃん。あんちゃん。あちゃん。あんちゃん。あちゃん。あん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 ちゃん。 あんちゃんあんちゃんあ,あ,あ、あんちゃんあんちゃんえあ、んちゃんだ、ダメだよ蹴ったりしちゃう青柳くん見てないで止めないと私にとってみんなはかけがえのない仲間なんだなって改めて感じたっていうか コハネー、私もだよ、はあんあ、あんちゃん今日もイベントお疲れ様乾杯コハネー、こっちこっちあ,あ新しい服できたんだね。あ、その、よくわからなかったから、お店の人に選んでもらって。へ、変かな。<laughs> 小羽コハネっぽくていいと思うよ。 今日はメガネだけど、次はコンタクトにしてみたらめ、目に何か入れるのってちょっと怖いけど。でも、チャレンジしてみようかな。小羽は私の最高の相棒だねえへへ。<laughs> ありがとう、あんちゃん。うん。ちょっと不安だけど、あの時みたいに歌えるように頑張るね。もう、自信持ちなよ。 小羽の歌は最高なんだからさ。あんちゃん。えへへ。ありがとう。うん。任せて。迷った時は私の音を聞いてね。わかった。えへへ。あんちゃんが隣にいてくれると心強いな。<laughs> いつも一緒に歌ってるじゃん。これからも、あんちゃんの相棒として一緒に歌わせてもらえたら嬉しいな。うん。うん。 ありがとう、コハネえアンちゃんなんで急に抱きついてだって私、嬉しくてもうね私も相棒として鼻が高いっていうかやっぱりコハネは、私の自慢の相棒だなーって思いましたえへへへ、<laughs> 照れちゃうな。本当に、そうなんだよ。え コハネは、私の自慢の相棒、う。りゃーあ<っ>はぁはぁ、のほっぺすべすべのもちもち。あ、あいぁ。なんでほーひっえるの <laughs> ごめんごめん。じゃあ今度はコハネの番ね。はい、どうぞ。引っ張って。えなんでほら、あの時ミスっちゃったのは私も一緒でしょ。 小羽のこと、守らなくちゃって勝手に焦って、周りが見えなくなって、ダメにしちゃった。だからさ、実は、私も緊張してるんだよね。えあんちゃんも緊張するのうーん。普段は全然しないんだけどね。今日は気合入りすぎちゃってるっていうか。だからほら、ちょっとほっぺ引っ張ってくれるもう表情筋がガチガチになっちゃってさ。あ、 うん。えっと、こんな感じそうそう。小羽上うまいよ。<laughs> あんちゃん、変な顔。よく頑張ったね、小羽あんちゃん。貝殻拾いか。私もやりたいな。どこかの自由時間で探してみよっかな。私も、あんちゃんにあげたいな。 ん <laughs> ーってところとかふふふふふふふってところとかもしかして小羽歌えるのえっていうかちょっと歌ってみない今聞いた感じ歌詞も覚えてそうだしはいマイクえちょっとま…わ私こんなところで歌ったりできないよお願い小羽の歌聞いてみたくって。 大丈夫、小羽ならきっとかっこよく歌えるよ。す、少しだけなら大丈夫だけど。でも、笑わないでね。もちろんよし、到着。じゃあ練習始めよっか。えここ、普通の通りだけど。うん。この辺りって人も多いし、たくさんの人に聞いてもらえるんだよね。えここで歌うの 曲は昨日歌ったのと同じやつ。アカペラでね。先に私が歌うから、小羽は小羽のタイミングで入ってきて。えええーあ、あんちゃんって、やっぱりすごい。わ、私も、こんな風にやれるのかな。うー恥ずかしいし。 怖いけど、でも、まずはやってみなくちゃ。<laughs> もっと、変わるんだ。あんちゃんと一緒に、最高のイベントをやるために。あんちゃん。え、小羽あんちゃん、心配してくれたのに。 全然返事できなくてごめんねそんなの全然いいよそれよりその髪どうしたのメガネもうん実は昨日ねそっかミクたちに会ったんだうんそれで私決めたの決めたうん昨日東雲ノノ君にああいう風に言われて 確かに私はみんなに比べて真剣になれてなかったって思ったの。でも、あんちゃんと一緒にここで歌ったことを思い出して、やっぱりあんちゃんと一緒にたくさんの人をドキドキさせるイベントをやってみたいってそう思った。私、まだ全然力不足だけど、それでもあんちゃんと一緒に最高のイベントを目指したい。だから、 もう迷わないよ。かわいくて、綺麗な声。一体、どんな人が歌ってるんだろうえあそこにいるのってもしかして、あずさわさんあずさわさんって確か、志保と同じクラスの。 おとなしそうな子のイメージがあったけど知らない人がたくさん通ってる中で堂々と歌ってる自分の歌に自信を持ってまっすぐ歌ってるのがわかる <laughs> えっと皆さん聴いてくれてありがとうございました それじゃあ、今日はここであっ、コハネだ頑張れコハネーコハネのやつ、かなり注目されてるみたいだないい入りだ 落ち着いて滑り出せただな一人でもビビらないで全力出せてるじゃねえかコハネ最高<笑><笑><笑>ありがとうございましたええっと私はこれから。 ビビッットバッドスクワットとしての活動を増やしていくので、一人で歌うことはなくなるんですけど、ラッドウィーケンドを超えるためにチームで頑張っていくので、これからもよろしくお願いします大丈夫。落ち着いて、みんなとまだ肩を並べて歌えてるのかわからない。まだ自分に自信も持ててない。と思う。 んが好きだって言ってて言くれた私のことを信じてるって言ってくれただからきっと歌える今までの中で一番あと少しだけ我慢して今小羽ナイスハモリ完璧 次は、あずさわのソロだ。よし。このままぶちかませコアネ、いけるよ。大丈夫。私は、歌えるあ,あの歌声は もっと、もっと、もっといける。一瞬で、空気が。今の、小羽が、いつもの小羽じゃないみたい。もしかして、覚悟が決まったから、それだけで、こんなに変わるの。これが、小羽の、 あん飲まれるな次はお前だぞあううん<笑><笑><笑>あれもう終わったのあなんだか 足が震えてきちゃった。